Konnichiwa. This is a message to our dear friends in Japan. 日本の皆さん、こんにちは。皆さんご存知ですか？クジラが自然に死んだ後、80年間かけて海の生物がクジラの体を食物として与えられています。そして皆さんご存知ですか？地球上の 70% から 80% の酸素は海から作られているのです。捕鯨によって現在海のエコシステム、そして生態が崩れています。そして我々の海が死にかけています。毎年12月に日本からの捕鯨船が南極海で1000頭以上のクジラを殺しています。4つの国際自然法を違反するとともに、その上、日本国民からの税金約 8.5 億円が捕鯨のために支払われています。今年も世界各国から77名の若いボランティアが南極海へ命を懸けてクジラ、そして海の生態を守りに行きます。Let's do this together. Nations united to save the environment. 皆さんの協力が必要です。